将棋将棋の先鋒虚尾者相掛かり、塚田スペシャル、塚田スペシャルは、将棋の先鋒の一つ。1986年に、塚田康明が考案した、相掛かりの先手から仕掛ける、長級戦である。この先鋒によって、塚田は2015年に、将棋大賞の、増田構造賞特別賞を受賞している。飛車先を切った、相掛かりで、 後手が飛車先を切りに来た瞬間に、後手の横歩、三四歩や六四歩を取りに、先手がサイドに四歩と合わせていく指し方や、一筋の、歩の付き合いで一歩持ち駒にしてから一五歩同歩、一三歩という攻めを観光する順は、1982年頃から吉田敏勝らが試みていた。随一は1982年1月、吉田敏勝 VS ご手、佐藤義則戦。 先手の狙いは13同行224歩同歩、同比23歩264飛から14歩で、96歩型なので64飛の時88飛なり、同銀8六角の筋がない。実戦進行は、34歩15号88角なり同銀3、3角77角8五飛16飛となる。34歩は5多分に漏れず疑問主で実戦の進行となってはすでに5手配勢となっている。 三四歩では一三同行と取り、二四歩同歩同比二三歩六四比六三歩、六五比なら五角だったという。これは、第一巻で浮かぶ平凡な順である。なぜ、優しい、この手順を指さなかったかは、実践心理のなせる技というしかないと見られていた。結局わずか五十一手で、先手が解消。吉田はその後同一局面を、第八期期王戦予選で、対、 滝聖一郎戦でも試み、後手の滝は、先手の六四飛までの順で六三歩とせず八八、ひなりとし、先手も六二ひなりとなって、乱戦となっている。また、図には1982年9月22日、全日本プロトーナメント、先手、神谷博士 VS 後手加藤ひふみ戦。一家に四道不同飛に、後手加藤は八五飛とした。 類似の局面は1982年4月20日、第8期気温戦本戦トーナメント、先手、吉田と四勝 v s 後手、田丸昇る戦や、1983年3月18日、帰省戦予選本戦、先手、吉田と四勝 v s 後手、米長国夫があった。田丸は2四同不同比に4四歩、米長は7六比としたが、いずれも先手が解消。 特に吉田対米朝鮮では、先手の吉田が67手、持ち時間わずか36分の消費で圧勝した。吉田の解説では、もし84比であると2 2角なり同銀6、6角が生じ、以下89比なり2 2角なり同金同比なり、79竜69金で、後手玉に、罪みが生じている。その後、後手の34歩や64歩は、 先手が17歩から38銀型では24歩同歩同比に14歩とすれば先手の34歩や64歩は28歩が生じるが一方で17歩から39銀型や16歩から38銀型では28歩が効かないので先手のサイドに4歩合わせからの横歩取りは成立するなど将棋世界1984年4月号付録序盤のテクニックにおいて中村治が 後手人の横歩を取りに行く、際の人形条件等について整理し、発表していた。先手は飛車先の歩交換後の飛車の一羽に六飛と浮飛車に構え、駒組みを始めるか否かのところで仕掛ける。六四歩三八銀に、後手が六二銀としたところで、一筋の歩を突き合って、再度に四歩と合わせる。同歩同飛と進み、六四の歩取りと橋攻めを狙う。 六四飛と六筋の歩を取った状態で、先手が角道を開けた後、後手の飛車先交換が入ると、後手が飛車角交換を仕掛けて大手飛車取りを狙う筋が移るが、強襲として飛車を切って銀を取る手があり難解。一役ブームの戦法となり、様々な研究がなされ進化していく。この戦法で、塚田は公式戦十二連勝という当時の新記録を打ち立てるなど、 勢いに乗った。しかし1987年の米永国を対谷川工事戦で対抗策が出た。今では塚田スペシャル対策の上等手となった7に銀型から64の歩を取った時の34歩が決め手となった。この34歩は直接的には角交換からの大手飛車取りを狙う手である。また34一歩を取ると6筋。 または二筋への不打ちからの攻めに対応できなくなる。これは決定版とまで言われ、塚田以外の騎士は刺さなくなってしまった。それでも刺し続ける塚田は、早いうちに左側の端歩を突くなどの新たな工夫を加えて刺して、いたが、1991年の永久順位戦対谷川戦において谷川が、塚田スペシャル破りの絶妙手を繰り出し、塚田スペシャルの息の根を止めた。 1986年に刺されてからたった1年で、決定的な対策が出てしまい廃れたが、その構想はひねり飛車に受け継がれ、ひねり飛車の流行へと繋がった。消えた戦法の謎において行われたインタビューでは、まさかここまで深い戦法だとは思っていなかった、本当の元祖は中村さんであるなどのほか、塚田スペシャルを仕掛けようとしても相手が乗ってくれない、みんな冷たいんです。 とも語っている。AB 将棋世界1983年6月号、熱局1番。参照対局日誌、将棋マガジン1982年4月号106ページ。将棋マガジン1982年6月号なお5月号付録。中盤のテクニックは塚田が担当。消えた先方の謎 P185P186。騎士に聞く。本音対談。 塚田康明球団、中村治九段55年組とは何だったのか。将棋世界、日本将棋連盟、2013年8月、107ページ。消えた先方の謎 P187。ありがとうございます。